車してきたんですけど、まあ、あの強風により、あと鳥の糞かけられてバードアタック食らったんですか。でまた笑って夕方に洗車して、え、嘘、かわいそう。で黒って、はい、綺麗にしてていいんですけど、はい、大変ですよね。すっごい大変です。相当綺麗にしてますね。そうですね、結構しますよね、洗車して。コーティングはされてるんですか。コーティングは一応納車した時に、まあコーティング込みでやったんですけど、あ、綺麗ですね、やばい。この綺麗さは超やばい、マジで。フリークラッシュね、ついて。そうですね。これは前期と後期でいうとどっちなの。こっちは前期になります。後期だと若干これとこのホグの形状が違うんですか。全然違いますね。だとこの稲妻のグリルが形が違うんですか。もうちょっとちょっと出てる感じですね。出てます。もうちょっと顔が悪く悪くなるんです。どっちが好みなんですか。いや、本当は後期が欲しかったんですけど、あ、はいはい、後期やっぱ高くて、あ、未だにね、人気ありますね。で、このオプションのアルミは最初からついてた。いや、最初はなんかサットレスのタイヤ入ってたんですけど、はい、もうホイールがもう歪んでて、うん、もともともうこの一番上のグレードのホイールつけたくて。これ綺麗ですね、マスカッタ。これがやっぱ良かったということですね。そうですね。大人気の。大人気の。大人気ですよね、スパッタリング。大人気の。まあ、エンブレム取っちゃった感じですか。そうですね、エンブレムですね。アスリートと、まあ、はい、ハイブリッドが向こう、あ、クラウンが向こう来ると思うんですけど、ね、右と左の。もう取ってパテで黒くしちゃって、こうもう埋めちゃった感じですか。そうですね。すっきり見えますね。そうですね、だいぶ。下のところって最初から黒でしたっけ。下のところは、はい、いや、多分もともと、なんだろう、メッキみたいなの入ってた、メッキみたいな、多分こういうやつじゃないんですけど、その同色になってるの、多分こう前のオーナーさんが好みで変えたらしいです。一応後ろだけ色つけてて、あ、みたいな感じですね。でも、これはこのままいっちゃうと、そうですね、もうバッチってか、エンブレムとか取っちゃった方がいい。はぁ、バランスを取ったわけですね。そうですね、すっきりしてますね。だいぶなんかエンブレムがないだけで全然違う。よく言われます、綺麗になってるって。なんだろう、より黒がこう際立つ感じですね。そうですね。でこれノーマルですか。いや、ちょっと下がってますよね。純正より全然下がってて、はい、一応車高調ついてるんですよ。どこのメーカーと、 HKS のハイパーマックスがついてて、一応レンチも専用レンチも一応こんな感じで積んでて、いつ落としてもいいように。積むのあるんですね、やっぱね。そうですね、調べて調整が効くと。そうですね、あとは下げるだけ。かっこいい。でも大体このぐらいで今押さえて。そうですね、後々もうちょっと落としたい。もうちょっと落としたい。この車高で、はい、ちょうどあのセブンイレブンのあの変なタイヤ止めですか。タイヤ止めがスレスレ。あ、もうちょい、もうちょい落としたいというところですね。今53,000。いや、まだまだですね、全然走ってないんだ。アスリートの S なんですけど、はい、あの特別仕様車になってて、はい、色がこのなんですか、トヨタの普通の赤じゃなくて、なんかワインレッドみたいな、はいはいはい、よくハリアなんかにある。ああ、ありますね、あれみたいな色が あって、見つけてたらたまたまあって。珍しいですね。すっごく珍しいですね。ハンドルも変わってますよね。これそうですね、ハンドルがこれ何、カーボン、ここがカーボンになってて、あと、こんなあるの、シフトと、あと下の、はい、あ、本当だ、とあとパネルが、助手席のあそこのあのエアコンの、あ、その周りとか口の下の、はい、あそこが全部同じカーボンで統一してるんで、これも前のオーナーさんが多分はめてったんで、あ、はめて、あ、そうなんですね。詳細は分かんない、ね、詳細は分からない感じなんですけど、このハンドルもね、レアですね。でも結構しっかりしてるんで、しっかりしますね。下も結構形も違いますもんね。
形状自体がね若干違いますね。ここも違うしね。珍しいよこれ。同じ柄というか、なんてそうですね。あ、そこ全部なんですね。ここ全部。わ、すげえ。どこのメーカーなのこれ。あとこの初めて見た。開けるところのここも一応。あ、全部だ。あ、このまま全部なんだな。これ珍しいですね。これは蔵物さん見れば一発であれってなりますね。絶対なります。なりますよね。あ、この色と。そうですね。前の方もこだわってたんじゃないですか。相当。そうですね。前の人もだいぶ。へえ。あ、後ろの席も同じような色合いなんですね。そうですね。後ろ。綺麗な。後ろもここもなんかこうなんですよ。だから後ろも全部。ああ、意識なんですねこれね。多分統一してる。意外となんか下の赤と。合うな。違和感ないっすね。そんなのあるんですね。この赤と黒のコンビ、はい、いいっすね。意外とでしかもなんか内装まであれなんですけど結構あんま見ないんじゃないかな。みんなだいたい黒か。ほとんど黒じゃないですか。やっぱり、まあ、ロイヤルはロイヤルの色がありますけど、でサンルーフもついてるね。いいっすね。そうです。サンルーフもついてたんで。これは相当レアな。パッとみじゃわかんないレアなとこいっぱいありますよね。一応まだ乗って半年くらいしか。まだそうなんですか。納車した時が3万9000弱ぐらいで、いろんなとこ結構行ってるんで行きたくなっちゃうんですよね。行っちゃいますね。